必ずメルキオルを喰らって煮えは揃えるわ。そうじゃなくてベルベットの体のことだよ。テレサとオスカーの時は具合が悪くなって倒れたでしょ。ああ、シグレを喰らって平気なのかってこと。それなら大丈夫よ。シグレの力はテレサ様たちよりもずっと強いんじゃないの。でもこの通りよ。具合悪そうに見える？強がってるように見える？
ううん、きっと慣れたのよ、体も心も。慣れたんじゃなくて変わったんだと思う。ん？僕が心を持って変わったみたいに、ベルベットも旅を通して変わって強くなったんだよ。悲しいことも辛いこともまっすぐぶつかって乗り越えてきたから。そうなのかな。そうだよ。だから僕は、あ、後でキッシュ作ってあげる。プディングもつけてくれる？いいけど、あんた私に料理させるために褒めてくれたわけ？そんなんじゃ、あ、うん、バレちゃったね。本当に強くなったわね。さあ行くわよ、メルキオールを喰らいに。うん。覚悟はいい？バッグゲームだぞ！どこだ？ナイスクセ！続いてどこだ？オーラーガンゲーム！どこよ！違うわけよ！ゼロインパクト！水ゲート！クーは絶頂撃！どこへ？バッグゲーム！どこだ？ナイスクセ！どこだ？切り裂く！セレイどこだ？どこだ？オーラーガンゲーム！この手バセンション！バレーライダー！どこだ？ナイスクセ！じゃが満身手ぬよう課題を残すのじゃ。何かの略なのか。
メルキオルの本性がいまいちわからんな。一体どういうやつなんだか。一言で言うなら、大魔師の影じゃよ。影か。うん。汚れなき心を持つ大魔師とて、所詮は人間。そして救わんとする相手もまた人間。まっすぐな正義だけで世界を救えるはずもない。大魔師が汚れぬためには、その影を、汚れ仕事を担う影が必要なのじゃよ。なるほど、それがメルキオルか。清涼にいた頃は気づけませんでした、あの方が何をしていたのか。だが、なんでメルキオルは汚れないんだ。世界を救う大魔師を支える、その信念と覚悟は純粋で迷いのないものじゃからな。そりゃもう煮ても焼いても砕けんガチガチの氷山のようにの。あんな氷の心にはとてもとても慣れなんだよ。あ、もしかしてマギルーは。そう、わしは時代の筆頭大魔師アルトリウスの影になるべくメルキオルに育てられたんじゃ。ところが目論見は大失敗。わしはその期待に応えることはできんかった。予定通りに言ってたらメルキオルじゃなくお前と戦ってたわけか。そうじゃなくてよかった。まあね、マギルーが精霊を動かしてたら全く出方が読めん恐るべき組織になっていただろうからな。それはそれで面白そうじゃがの。あの方は私の影でもあったんですね。ジジイに同情して戦いづらくなったかい。いえ、そんなことは。お主が気に病むことはない。影を消すのは影の仕事じゃ。もっともわしは影になれず闇に落ちた魔女じゃがの。ネコしまった。容赦の情け一切かけない。頂上が見えた。メルキオルがいるならあそこね。気をつけい、あのジジイはシグレと違って正面からは来んぞ。
私たちは勝てるのでしょうか、あの特等大魔師メルキオル様に。ズバリ勝率は2割じゃな。2割？そこまで望み薄ですか。わしの術も今ある大魔師どもの術や技もほとんどあのジジイが伝え広めたものじゃ。わしが同時に3つの術を張ればジジイは6つの術を巡らせる。手の内は全て知られ、力の差は歴然。断りで考えれば2割でも甘いやもしれん。確かに。じゃがわしらにはベルベットやボウ、ロクロウがおる。感情をむき出しにして暴走するあやつらに計算は効かん。不確定すぎる要素じゃが、デメによっては勝率を跳ね上げてくれるじゃろうて。ですね。敵としてはこの上なく厄介ですし。と言ってもあくまで正面からぶつかった場合で、当然のごとく裏を書いてくるのがあのジジイじゃ。どう検討しても勝ち目は薄いな。アイゼンまで。冷静な分析は悪いものじゃない。その冷静さこそ逆境を覆すための大きな武器になるはずだ。何よりマギル、相手の手の内を知っているのはお前もだろ。そうか、そうですよね。まあの、じゃがあやつに弱点だぞ。冷静に見直してみろ。勝機は案外目の前に転がっているものだ。転がっておるか。ではせいぜい下を見て歩いてみるかな。聖主は本来治水化風の自然を調和させ、世界の秩序を維持する存在だ。お前たちはそんな四聖主が眠りについた理由を考えたことがあるか。さあね、興味ないわ。まさに貴様のような傲慢な存在こそが理由なのだ。四聖主の力、加護の力の源は純粋な人間たちの祈りだが、人々が汚れ祈りを忘れたせいで聖士たちは眠りについてしまった。人々の祈りが聖主の力、精霊と同じだ。カノ主が心を喰らうのも加護だっていうのか。第五の聖主カノ主は汚れごと人の心を喰らい尽くし無に返す役を担う。再び人に赤子のような清らかさをもたらし四聖主を復活させるためにな。心を無に返す？でも、
それでは。そう、文明は滅び去る。汚れの拡大とカノヌシによる精神浄化は太古から幾度も繰り返されてきた。それが人間の文明が何度も栄えては滅んだ理由だが、これではいつまでたっても進化はない。故に我ら星稜がカノヌシの力を制御し、人の心を未来へと導かねばならないのだ。なるほど、カノヌシの制御のために作った術がカムイか。そしてカムイの構築にはジークフリートに使われている技術が必要じゃったんじゃな。だからアイフリードを巻き込んだのか。光があれば影があるように、どんなことにも犠牲は必要だ。我が身も同じ、人間の理想のための煮えだ。カムイ、させるか。違うぞアイゼン。言うたじゃろう、正面からはコント。チッ、一撃とはいかんか。ひねくれ者が誰に似た。マニラニか。覚悟はいいか。かわせるもんならかわしてみな。ウェイストレスメイヘン。
で寿命を伸ばしておるんじゃよ、何百年もの。それが断りだっていうの？不自然な欲望でしょう。ふん、わしも何千回も同じことを言ったわ。わしなら自然のままに滅びるとな。だがあやつときたら断りを乱すのも人なら、超えるのも人。断りを超えて願いを思う理想こそ人の力だ。先代筆頭クローディンの言葉か。奇弁ね。そう思うなら実行してみせてやろう。今さら幻覚が通用すると。思ってはおらん。だが術を貯める時間は稼げた。火山を爆発させる気か。お前も死ぬぞ。最下の研修一味と相打ちなら上出来だ。それが断りだ。よくもクローディンの理想が。おしさんよ、まこと感情は厄介じゃの。なんだ今のは。目覚めたのだ、四聖主様が。我らはもはや汝らの道具ではない。
何が起こったんだ。助かったわ、マギル。メルキオルに隙を作ってくれなかったら終わってた。わしはわしのケリをつけただけじゃよ。じゃが感謝するなら物で送れ。前言撤回。花を傷つけない制約だったの。いいや、あのクソジジイは草花が好きだったんじゃよ。生きている人間よりもずっとの。それだけのことじゃ。心は自由にならないのね、特等対魔しても魔女でもの。生きるということはまっこと難儀じゃわ。四聖主は目覚めたのでしょうか。さてな。だがこれで起きない間抜けなら当てにしても無駄だ。その悪口聞かれたかもしれんぞ。カノヌシの領域が変化している。うん、四人とも起きたよ。カノヌシは地脈から押し出された。これで増幅されていた霊能力は低下し、多くの精霊の意志も解放されるじゃろう。大魔師どもの数は激減するはずじゃが。エレノア、お前まで戦えなくなってないだろうな。残念ながらまだ見えています。悪いゴーマも精霊も魔女も。わかるのね。感じるんだ。あいつの本体は地脈から出たよ。聖主の御座の上だ。同志アルトリウスもそこにいる。けどカノヌシは四聖主の力をすごい勢いで押し返そうとしてる。四聖主が押し負けたら今度こそ打つ手なしじゃ。まったりしとる時間はなさそうじゃぞ。行くわよ、決着をつけに。